ットバック。いや、これなんでジョンがリードやるようになったのかなって、ね、年末11月の25日から3日にわたってゲットバックセッションのね、ドキュメンタリー見ましたよ。もう見た人も多いと思うけど、ディズニープラス入るの嫌だなんていう人もいたし、あ、1ヶ月だけ入るのもいいかもよ。好きなだけ見れるし、他のムービーもいっぱい見れるし、まあね、それはいいんだけど、今回の、まあ、ドキュメント、ムービー見てね、それは思うこといっぱい、もういっぱい。だからそれ一個一個言ってたら、また時間がなくなるし、まあ実際今いつも見れるからね、今、たった今やってるものを解説してもどうかなと思うんだけど、まあまあ、その辺もぼちぼち言いながら、ちょっとね、自分としてはね、もう50何年も前の曲だし、自分が実際50何年前この曲をどういうふうに捉えてたかって思い出せばいろいろ出てくるんだけど、前にもちょっとやったんだけど、69年ってね、俺ちょっと友達にダイアリーもらって日記つけてたの。日記というかビートルズのことしか書いてないんだけど、それを見て今ね、ちょうどそのビートルズのゲットバックのあたりをこう見てたんだけど、いやいやいや、ね、前もドントレットミーダウンのムービーの時かな、そのチラッと話したけど、発売日には聞けなかったんだよ。あ、買えなかったの。買わなかったっていうか、買えなかったっていうかさ、実際ラジオではもうちょっと前に音は聞いてたんだけど、ちょうどね、俺、修学旅行だったんだよ。修学旅行で、高校3年でね、北海道行った。で、北海道の修学旅行の途中、最後の最終日か、札幌でゲットバックの CD、レコードを見つけたわけよ。それね、俺の動画を見てくれた人、コメントくれたのよ。北海道のたぬき工事の菊屋っていうレコード屋さん、自分では覚えてなかったんだけど、名前までは。で、そこで見たのはまあ間違いないなと。たぬき工事の中にあったレコード屋さんだから。で、そこで入っていってさ、まあ多分一番前にあったと思うんだよな、レコードこう探すまでもなく一番手前にあったと思うんだけど、あーった、ゲットバック買いたかったけど、次の日東京帰るんで、まあ予約もしてたんでね、そこで買わなきゃなと思ってぐっと我慢して買わなかったのね。まあ菊屋さんを出て、またしばらくどっか歩いて行ったところにね、別なレコード屋さんがあったのよ。たぬき工事じゃないかもしれないけど、そこに入ったら B 面の Don't Let Me Down がかかってた。わー、これだ。もう実際何回か聞いてたからね、いいなーなんて思って、なんかね、ポールのベースがちょっと上ずってないかなんて言いながらさ、ね、わけわからず聞いてたんだけども、まあそういうことがあってそこでは買わなかったんだけどさ、実はね、地元に帰ってきてレコード屋さん行ったらまだ来てないんだよ。なんで？北海道には来てんのにさ、なんで東京にないの？東京っつうか町田なんだけどね、なんか東芝の工場じゃない、なんかがあって遅れたっていう、なんかこれも日記のどっかに書いてあるんだけどさ、まあとにかくね、こんなにいっぱい書いてるわけ。もうこの頃はね、ビートルズ一辺倒だし、これを見てるとすごいね、ゲットバックセッションのことがいろいろ書いてある。要はね、最初まあネタはみんなラジオで仕入れたと思うんだけど、毎晩毎日ラジオ聞いてたからね。で、ビートルズが新譜を出すにあたって、彼らはほらライブやめてたからね。でも行くとこまで行ったじゃん。もうリボルバーあたりからどんどんサウンドが進化していって、サージェント・ペッパーがあって、その後にマジカル・ミステリーでしょ。で、マジカル・ミステリーでもうビートルズのサウンドはほぼ完成したなと俺は思ってたんだけど、で、その後はほら各個人がね、さらにこう自分の好き勝手にできるようなそのスタジオとマルチトラックレコーダーとかいろんなものが揃ったんで、各自それぞれ自分のやりたい曲をさ、それぞれのスタジオで勝手に作り始めたっていう、そういう状況だったからね、ホワイトアルバム。その辺のニュースも少し遅れながら入ってきたわけよ。あの頃ね、ニュースはさ、どうしたって1日2日、早くたって半日以上、下手すりゃ2日ぐらい
経たないと新しいニュースが入ってこなかったわけよ。あの当時で一番リアルタイムだったのはアワーワールドのあのアイコスはすべて、あれはもう同時宇宙中継だったからさ、朝っぱら3時4時ぐらいにもうテレビかじりついて見てたけどね。あの時はもう地球の裏側でビートルズがもう逆さまになって演奏してるな、たった今。もうそう思うとさ、もう本当にビートルズと共にこの今この時は過ごしてるっていうさ、なんか不思議な感覚だったんだけどね。あれが最初で最後だよね、ビートルズと同じ時を過ごしてる感覚になれたのはね。で、このゲットバックセッションに関しては毎晩ラジオで伝わっては来てたのね。で、そのセッションの趣旨っていうのはいわゆる原点回帰、まあ言ってみれば、あの前にもどっかで言ったけどパンクだよね。ハンブルグ時代のもうさ、はちゃめちゃやってた頃のあの頃、昔に戻ろうと。まあポールが言ってたのはもしかしたらあのファーストアルバムとかセカンドアルバムあたりのね、一発録音、すべて一発録音でやってたじゃん、ほとんど。ああいう感じで、自分たち4人の楽器だけで演奏しようと。まあ実際は後でビリー・プレストンが加わるけども、最初の段階での発想はそういうことだったんだよね。自分たちだけで演奏して、それをどっかのステージで客の前でバーンとやって、それを録音して、新譜のアルバムとして出す。こんなこと当時さ、他にそんなことやるバンドいたかな？全部新曲だからね。古い曲を、もうリリース済みの曲をライブでやってアルバム出すっていうのはいたよ。ストーンズなんかも出してたし、他のバンドも出してたんじゃない？いや、ビートルズはさ、全部新曲で、要するに誰も聴いたことのない新曲をステージでバーンと演奏して、それがレコードになる。で、まあ、ムービーにもなるっていう話だったね。テレビムービーか。テレビのドキュメンタリー番組かなんかに、仕上げようと。で、そういう発想で始まったんだけどさ、毎日毎日そのラジオ、まあ番組はいつも違うんだけど、いろんな番組でその DJ、ディスクジョッキーの人がさ、昨日のビートルズみたいな話でしてくれるわけよ。ほんとさ、彼らもね、なんか送られてくる情報を元に話してるから、100% 正しいかどうかわかんないんだけどさ、ある時ね、ジョンとジョージが大喧嘩して殴り合いの喧嘩をしたっていうわけよ。嘘だいと思って、だけどラジオではそう言ってるからさ、やっべえなと思って、それでもうね、話はさ、話半分なんだけど、ライブがもう決まってたのに2人が喧嘩したんで取りやめになったっていうふうに言うんだよ。じゃあもう客の前で演奏する寸前だったのかなとかさ、そんなふうに思ったらもう残念でたまんなくてさ、これ下手すりゃ解散じゃないかみたいな話も出始めてさ、まあね、あの頃はね、ドキドキしてた。だからそんなこともここに書いてあってびっくりしたんだ。忘れてたからびっくりしたんだけど。まあそういうこともあってね。あと、トゥイケナムスタジオなんても全然違う名前で出てたね。なんだったっけな。笑っちゃうんだけどさ。トゥイケナムスタジオ。とにかく、まあ修学旅行中にゲットバックが発売されたと。地元のレコード屋ではすぐに買えなかったんだけども、この頃はさ、矢継ぎ早にビートルズのレコード発売が続いたんだよね。ヘイジュードなんかもそうだし、ジョンとヨーコのバラードも出てたよ。ホワイトアルバムあたりまでは、ものすごいね、あの曲によってはシンプルなのもあるけど、複雑なのもあるし、あの、ハピネス・イズ・ワーム・ガンダとかさ、A 面にはかなり複雑な曲も入ってたし、そういうのばっか聴いてた頃からするとさ、レディー・マドンナとかね、ジョンとヨーコのバラードもそうだけど、このゲットバックもそう、すごいちょっとシンプル路線になったかなと。だから以前のようなちょっと複雑な感じの曲はだんだん減ってきたのかなと思ってさ、そこのところはちょっと寂しかったんだけどね。ちょっともっとこう音楽的にこう工夫を凝らしたじゃないけどね、ジョンなんかのあの得意なパターンがちょっと消えかかってきてて、ジョンとヨーコのバラードもってもうね、3コードだし、このゲットバックがほぼ2コードだからね。別にコードの数が多きゃいいってもんじゃないんだけど、それはもうビートルズがいろんな曲で証明してるからね。まあこの曲はたった2つだからね。一瞬3つ目が出るけど、要はあの A でしょ。ここか。
まあ、こんな感じでね。まず A。D。この一瞬 G が、って、まあ、このアクセントに出てくるけど、もう基本的にはほとんど2コードなんだよね。だからね、すごい単純なんだけど、メロディー。このメロディーがさ、ちょっと面白いなと思ったのは、高低差がすごいあるなと思ったわけ。高いとこからさ、ね、ソまで行って、ルルルルルルルって急降下するわけ。すごい、当時としてはさ、あ、なんかすごい音の使い方だなと思った。あの、単純そうな曲なんだけども、メロディーがすごいさ、幅が広くて。もうポールなんか低すぎて声がさ、あんまりちゃんと出てないよね、これ。低い方がね、ポールやっぱり高音の人なんだね。低い方は苦手っていうかさ、まあ、曲にもよるけどね、ちゃんと出てるのもあるけど、この曲なんかは最初張り切りすぎてるせいか、後半がさ、もう声がなんかこもっちゃうっていうか、丸くなっちゃってるよね。ジョンのようなこう立った声っていうか、その芯があるっていうか、こう迫ってくる声じゃない。ララララララ、あ、ジョンの曲でさ、今ちょっとパッと思いついた。I'm a loser ってすごい低いところまで下がってくるよね、ジョン。あれと比較すると分かるかもしれないね。ちょっと比較してみようか。ね、ジョンはすごい低い方、声がはっきりするじゃない。説得力のある声だよね。もうアナウンサー向きの声というかさ、ジョンの声がすごい立ってるからね。ポールはやっぱ低い方になるとちょっとこう音が弱くなるね。だからこれ最初のまでポールが歌って、途中からルルルルルルはジョンが歌ったら面白かったかなって。そういうのって時々やるじゃん、ビートルズ。これはジョンとポールが歌い分けてるしね。まあ、ああいう風にやったらこれは面白かったかなとかさ。まあまあ、そんなこと勝手に言うなよって。でね、ちょっとまあギター持ったついでにやるとさ、この曲ね、あ、初心者でも簡単に弾けるような感じの曲なんだけど、ただね、俺としてはね、ちょっと一箇所難しいとこあった。あの頃。あのね、このジョンのリードね。いや、これなんでジョンがリードやるようになったのかなって、あの映画っていうか、この間のね、ディズニープラス見ててさ、ジョージが、俺辞めたっつって出て行っちゃうわけじゃん。ね。まあ出て行く前はどうだったっけな。とにかく出て行っちゃって、その間もこの曲は練習したりしてたんだろうね。で、ジョージがいない中でジョンがこの、これをやるようになったのかな。ジョンはもうこんなフレーズしかできないけど、みたいな言い方してたけど、もうすごい十分、この曲にバッチリだよね。ジョージはそれまでなんかふにゃふにゃふにゃいろんな音を入れたりしてるシーンもあったけど、ジョンのはもう単刀直入っていうかさ、ね、こういう感じじゃん。でね、この後なんだよ。あの、この後の、この後、この後、ここ。ここのフレーズね。ここ結構難しいよ。ピッキングはね。ここで、どっか外国人の人で、アメリカ人かな、ビートルズの解説を結構やってる人がいて、
その人がこの曲の解説をしてるのをたまたま見たんだけど、その人によるとさ、こうやってんのよ。違うんじゃないって俺は思った。まあ細かい話だけどね。ジョンは要するにさ、この音、その人はこの音をいきなりこういう風に弾いてるわけ。この音には間違いないんだけど、ジョンはね、この音を出すのに3弦の7フレットをこうやって弾いてるわけよ。この音じゃなくて、だからこうじゃなくて、やっぱ本物は違うなと思ったよ。ジョンはさ、やっぱりこうブルース感覚がね、長けてるし、それを表現したかったんだと思うよ。だからここチョーキングで出した。この音をチョーキングで出した。こうやってね。まあこんな感じだよね。だから非常にシンプルかもしれないけど効果的なフレーズ。だからやっぱジョンすごいなって。いつもさ、自分じゃね、俺はあんまりギター上手くないとか言ってるけど、いや結構ね、シンプルながら本当にいいフレーズ作るし、他の曲でもそうだけど、いざ弾いてみると意外と難しいことやってる。簡単そうだけど、その舐めちゃいけないよって感じね。難しいよ。で、こういうさ、たった2つぐらいでできてる曲ってビートルズいっぱいあるんだよ。例えばエリナリーグビーなんかもほとんどコード2つだしさ、あとペーパーバックライターとかレインとかね、もうほんと2つかそこいら、3つとか、トゥモローネバーノーズなんか1個、分数コード的な言い方すれば2つは使ってるかなと思うんだけど、でもそういうの結構多いね、ビートルズ。やっぱりだからね、ものすごいこうメロディー的なボキャブラリーっていうか、ものすごい感性がね、研ぎ澄まされた人たちだなと思うわけ。大体コードをいっぱい使えばね、複雑な曲とか変わった曲いくらでもできるけど、そうじゃないところがね、ビートルズは本当にすごいなと思う。まあとにかくジョージがいなくなっちゃったんで、ジョーンがリードを取るようになったのか、その辺はちょっと分かんないけど、映画で見てるとね、ジョージが何日かして戻ってくるでしょ。もうその時はすでにジョンがこうリードを弾くようになってたし、あとポールが後でさ、そのマッカートニー 3-2-1 ってあったでしょ。そっちでもリンゴのね、ドラムがああいうふう、あれをすごいポールは褒めてたよね。あの曲が変わったっつってて、あれでリンゴのドラム、リンゴは本当にいつもね、ユニークなドラム提供するよね。そこに来るまでは当然なんか試行錯誤はしてるんだけど、最終的に決まったらもう他にありそうでなかったようなドラムを叩くし、これはね、ポールがすごい褒めてた。だからあの 3-2-1 もね、見てて面白いね。いろいろ新たなワードがいっぱい出てきたからね。だから今回はね、その目から鱗だったね。だからポールはさ、そんなにそれまで世間で言われてるような悪者とかじゃなかったね。ポールはほら、まあ映画の中でも言ってたけど、リーダーシップをね、取らざるを得なかったような感じの、まあニュアンスだったよね。別にそんなやりたくてやったわけじゃないと。ジョージも言ってたけど、ブライアン・エプスタインがいなくなっちゃって、ちょっとこう変わり始めたと。要するにメンバーに、バンドにね、いろいろ注文つける人がいなくなったと。ポールも言ってたし、ね、スーツ着ろとか、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメとかっていうふうに言う人がいなくなっちゃったから。で、そこ、それでほら、ポールが、ね、エプスタインに代わってリーダーシップを取ろうとしたみたいな、まあ言い方の問題、考え方としては外れてはいないんだけど、ポールはさ、そうしたかったわけじゃなくて、あのセッション見ててもわかるけど、1日目2日目なんていうのは、まあ、ジョンなんかもまだテンション低いっていうかさ、とりあえずポールがやろうっていうから来てやったぐらいの感じ一応始めるんだけどね。で、時間もまだたっぷりあったし、だらだらやってたよ。ポールもまあ最初のうちはそんでもいいやと思ってやってたんじゃない。ただ一応ね、今までの
サージェントだとかホワイトアルバムとか他の、アルバム作りとはちょっと今回違うんだよね。ケツカッチンだった。要するにグリーン・ジョーンズももう1月の後半、1月いっぱいで他の仕事が入っちゃってたし、リンゴはリンゴで映画、マジッククリスチャンがもう決まってたから、2月になったらもうできないからね。1月中にこの、セッションを決めちゃわないといけない状況だったからね。1月中に決めて、ステージもやって、当初の目的はステージだったからね。ステージで客の前でやるっていうことだったから。で、まあこれ話すとまた長くなるからあれだけど、要するに映画のリンゼ・ホック監督なんかはさ、どっか海外でやろうとかね、いろいろ言ってたでしょ。絶対受けると。松明焚いてどうのこうのとか、円形劇場でどうのこうのとか。だけどポールはさ、律儀だよね。リンゴが外国は嫌だって言ってるから無理だよと。ビートルズってのはさ、そういうのがあったね。不分立で、要するに多数決じゃなくて、一人でも嫌だっていう人がいたらそれはやめましょうと。多数決で3対1で3が勝ちっていうのはないなしだよって、それをポールはもうずっと守り続けてたよね。映画の中を見てるとそういう発言が節々に出てくるから。だから他のスタッフがさ、いろんな外国でここでやったらいい、あそこでやったらいいって言うたんびにもポールは初めから、ああ無理無理ダメだと、外国はないよって、リンゴが嫌だっつってるから。そこって俺素晴らしいなと思って。ポールは、俺はね、リンゴが OK っつってどっか外国でやってくれたらそれはそれで面白かったなと思うんだけど、ポールはとにかくダメだと。ジョンなんかはまだ外国どっか行ったらいいなとかさ、ポールでさえ自分はね外国 OK だなっていう感じの言い方してたよ。ただリンゴが嫌だって言うから行かないときっぱり言ってて、だから そういうのを見るとさ、やっぱポールってね、やっぱこう人間性っていうか、すごく穏やかなんだけどもきちっと規律を守るタイプ。うん、大体さ、あのメンバーいつもジョンは遅れてくるじゃん。ポールもまあ多少遅れるかもしれないけど、リンゴは絶対遅れないのね。時間にピタッと来る。もうこれ人間性が出てるよね。面白いなと思った、あれ見てて。まあまあね、じっくり見たらまだいくらでもその発見するシーンがあると思うんでね、俺も何回も見ようかなと思うんだけど、まあ、ざっと見た感じでもいっぱい新発見があった。本当面白かったね。勝ったっていうか、まだいつでも見れるからね、進行形なんだけどさ。でさ、この曲がねできていく過程みたいなのあったじゃん。ジョンが遅れてきて、ジョンがまだ来てなくて、ジョージとリンゴが見守る中、ポールが一生懸命ベースでさ、ね、トゥ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 ってやってんだよね。ベースで和音っぽい感じで弾いて、少しずつ完成させていくわけ。これもね、面白いなと思った。あそこの部分、結構長くずっと映してるでしょ？あそこ面白いよね。ゲットバックができていくシーンが手に取るようにわかるし。ただね、俺あの頃、海賊版買ってよく聞いてたんだけど、その後に ノーパキスタン、要するにパキスタンなんだか分かんないけど、ちょっとヘイトっぽい曲にどんどん変わっていくんだよね。そこのシーンがね、結構カットされてたかなと。一部出るよ。一部出てたから、知ってる人が聞くと、ああ、あそこあれだと思うんだけども、初めて見た人は、ノーパキスタンの、パキスタン、排斥運動じゃない、なんだっけな、パキスタン人はちょっと今聞くとヘイトっぽいような歌があるわけよ。そこをね、海賊版でしょっちゅう聞いてたから、あれがないなと思って、あそこの部分ちょっとだけ聞いてみると、こういう感じ。まあね、パキスタン、ノーパキスターノっていうタイトルはさ、海賊版にはそんな風に書いてあったと思うけど、別にビートルズ、
ポールがそんなタイトルつけたわけじゃないと思うけどね。なんかノリとか勢いでそうなっていったのかな。ゲットバックっていう言葉にこう連動してね、それにインスパイアされてパキスタンがどうのこうのとかさ、あの頃はそういうその入植者だとか、なんだろうな、難民じゃないけども外から来る人たちとのこの圧力とか問題がいろいろ起きてたみたいでね、だからついついそういう感じの曲を作ったっていうか、あの完成までの途中経過として適当な歌詞でやったんじゃないかなと。ビートルズはね、あのその前にあの公民権運動のこととかさ、大体あの頃ベトナム戦争だとかその後のアイルランドがどうのこうのっていうのも含めて、割とそういう、こう社会問題的なことをあのやろうとする嫌いがあるじゃない。ただそれはそのエンターテインメントとしてはまずいというかさ、ジョンはその後一人でね、平和を我らにとかいろいろやり始めるんだけど、ビートルズというまあどっちかというとアイドルグループから出発したようなバンドがね、あんまりそういう社会問題を前面に出して歌うっていうのはさ、問題だったと思うんだよね。それでもまあブラックバードなんかもその公民権運動こうインスパイアされて作ったらしいけど、まあだからこの今回のムービーではそのパキスタン問題のところはさらっと流してるよね。でそこが俺からすると欠けてるんだけど、その後徐々にあの、徐々にっていうか徐々はずってあの歌になっていくわけだよね。でね、ジョジョって言えばさ、ジョジョの奇妙な冒険っていうのが大ヒットしたけどさ、名前の元はさ、ゲットバックから来てんだってね。俺の子供たちがこれ大好きでね、見てないからわからないんだけど、で登場人物から言ってさ、で子供たちもロック関係の名前だっていうのは知ってたみたいけど、俺がセッペリやレッド・チャッペリンで、ジョリーンはオリビア・ニュートン・ジョンじゃないのとかさ、エルメスはエルビス・コステロだよ、こっから来てんだよ、なんつったら、スピードワゴンだとかタルカスだとかいっぱい出てくるけど、お父さんよく知ってるね。昔の人なのに、昔の人だから知ってんだけどさ、一応この名前に関しては驚いてたら何でも知ってるから、お父さんすごいねだって。ビートルズはその後の文化にすごい影響を与えてんだよなって言ったら、はいはいはいって感じでさ、まあね、ジョジョですよ。で俺歌詞のことはさ、あんまりいつも深読みしないんだけども、ジョジョがジョンでなんだっけ、ロレッタとかって出てくるよね、それがヨーコなんじゃないかとかさ、実際はポールでもっと違う感じで作ったんだろうけど、その二人ね、ロレッタは女、可愛い女だけど実は男だみたいなさ、やっぱヨーコなんじゃないのってさ、男みたいな気性の荒いヨーコ、あの映画で見てんとさ、いつも静かに寄り添っててさ、まあ可愛い女みたいな感じにも映るんだけどね。でもジョージがいなくなった隙にジョージのマイクで、わーってあのいつもの規制を発して、ヨーコとお得意でね、芸術的歌唱を叫んでたけどさ、帰れ戻れみたいな、そのパキスタンだけじゃなくて、ヨーコなんかにも言ってんじゃないかとかさ、あるいはジョンにね、もう一度ビートルズに戻ってこいよと、もうポールの中には、ジョンもジョージもリンゴもビートルズのことあんまり頭にないんじゃないかなと。ジョンはヨーコに夢中だしさ、ジョージはジョージで自分の曲いっぱいあるのにね、ビートルズじゃあんまりなんていうの発表できないと言ってたもんね。ジョージいっぱい曲あるんだけど、これじゃ10年かかると、ビートルズでやっていくにはね。だったらソロバージョン、ソロで出して、ビートルズはビートルズでちゃんと続けて、その方が長続きするんじゃないかっていうような言い方もしてたよね確か。そしたらヨーコは、あそれいいわねなんて言ってんだけど、ジョンはビートルズはどうすんだみたいな、 なんだっけなんか言ってたよね、ジョンもね。だからやっぱね、ジョージはそういう状況の中で、ポールがさ、ゲットバックの曲ができつつある中で、ジョージが探りながらフレーズをこう考えてる、ポールが歌ってるバックで、ジョージはなんかいつもなんか、まあ、余分な音というかね、いろんな音を出してるわけだよ。でポールはそれが、いやもうそれいらないよと、弾かなくていいよとかって、でジョージはちょっと今いろいろね、このコードとメロディーのほら関係でどんなそのオブリガードがいいか考えてる最中だったのに、ポールはやんなくていいとかって言ってるんで、ちょっとずつジョージはもうまたいつものね、あの再現かなと。要するにあの
ポールが言ってたけどね、ヘイジュードの時のことをね、言ってんのかみたいな。要するにヘイジュードの時は、おそらくさ、ヘイジュード、多分ね、ヘイジュード、ドゥンドゥンドゥルン、ドゥントントンみたいに、こう、ジョージがこう、追っかけて、フレーズをやったり、いろいろ試してたのを、ポールが、いらないっつったんでね。まあ、ポールはさ、だんだん盛り上がっていく風にしたかったみたいね。最初は静かで、最初からそんないろんな音をガチャガチャ入るのはさ、いらないんだよっていうことをジョージに説明したんだけど、ジョージは、分かってるけど、せっかくだからちょっといろいろ試してんだよっていう雰囲気だったと思うんだけどね。それの、また、再現したような状況が今回のそのゲットバックだったんじゃないかと。でもしまいにはジョージはさ、ああもういいよ、もうやめるよっつってやめるよ、誰か他のやつ探せみたいな感じで出ていっちゃうじゃない。でまあ他のメンバーはね、まあまあまた始まったよぐらいの感じだって。それまでにリンゴが一回やめてるしね、また説得すれば戻ってくんだろうと思いつつも、ジョンなんか冗談だと思うんだけど、クラプトン入れりゃいいじゃんみたいなさ、それってすごい俺もわかるよ。そういうのってあるよ、現実に。俺も73年以降デビューして、あるバンドからさ、一人ね、失踪しちゃったんだけど、ちょっと代わりに弾いてくれって言われて、しばらくやったことあるもん。実際にそのメンバーに入ることはないんだけど、それでテレビ出たりもしたし、だからね、ほんと、ジョージが失踪してクラプトンが一時的に入るっていうことがあったかもしれないね。あのまま戻ってこなきゃね。俺の場合はその失踪したやつがなかなか戻ってこなかったんで、俺が代わりにやったって、そういうこと実際あったからあり得るんだよね、そういうことはね。まあクラプトンは冗談にしてもさ、それでまあ結局みんなで説得に行くわけじゃん。で結局ジョージは戻ってきた後のムービー見ると、もうケロッとしてんだよね。で、また冗談言ったりして、みんなでギャーギャー。要するにさ、もうガキの頃からの付き合いの長いお友達だからね、みんな。友達だから喧嘩もするし、そんなの家族だって兄弟だってみんな大喧嘩するじゃん。だからといって、あの家族は崩壊だなんて、まあ思う場合もあるけど、ほとんどそんなのさ、すぐまた仲直るでしょ。言ってみりゃさ、ビートルズはティーンエイジャーの頃から出会ってんだよね。ジョージとポールなんかもう13、4歳 4、5歳、ポールとジョージの背の高さがまだこんなに違う時から付き合ってんだから、あの頃の1年2年の差って、ね、背の高さがもう随分違ったりするから写真に残ってるよ。まあそういうこともあってさ、ガキの頃からの友達のバンドでちょっと喧嘩したからってさ、そんなパンクしないって。本当にパンクした理由は別にあるもん。やっぱアラン・クレインとかあの辺とね、あとまあジョン・ジョージ・リンゴがアラン・クレインにこう、なんていうか丸め込まれて、そのあたりからおかしくなったんだ。ポールはビートルズを守るためにビートルズを辞めて解散させたんだよ。あのままビートルズが続いてたらアラン・クレインに好きなようにやられて、ビートルズのその歴史にさ、いわゆる黒歴史みたいなことにさらになっていったと思うよ。解散したのは黒歴史のうちには入らないよ。これはもうね、しょうがなかったんだね。本当は続けてほしかったけどね。後にフィル・スペクター版のゲットバックも出て、シングルはジョージ・マーティンプロデュースでしょ。で、LP レコードがフィル・スペクターのプロデュースだったんだよね。で、まあその他にグリーン・ジョーンズ版だとか、あとネイキッド版だとかさ、いくつかあるよね。俺が好きなのはね、レッド・イット・ビーの映画の中で、最後の方にエンディングで出てきた、このどのレコードにも入ってないやつ。あれはあそこに入ってたかな？ここに入ってたかな？ここのね、どっかに入ってたかもしれない。ちょっと後で。アップルセッションズ。まあ、この辺に入ってたね。ポールがさ、ゲットバックって言って、最後の方喋ってるようなとこで、あっは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 とか、笑ってるような、歌い方してるのがあるんだけど、あれがなんともすごくね、俺好きなんだ。あのバージョンいいなと思って。
ジョージ・マーチン版はさ、一旦ジャーンと終わった後にリンゴのジャジャンジャジャンとってまた入ってくるじゃない。その後ポールがいろいろ喋ってるような感じでだんだんフェードアウトして終わっていくじゃない。あれの続きがあったんだね。それが映画のエンディングに流れてるんだよ。まあ別な日に撮ったやつかもわかんないけども、あの感じがすごくいいなと思って。うん。だからね、この曲もね、結構いろんなバージョンがあるんだね。で、あのディズニープラス版のさ、ゲットバックセッションね、ざっと時間調べたら、7時間半、7時間半以上あるのよ、全部で。7時間48分ぐらいあったかな。各パートごとに前後ちょっとずつ。でも7時間半はあるね。全部で55、6時間フィルムがあるっていうじゃん。56時間として、そっから7時間、8時間引いたら、じゃあ48時間残って残したら、そうじゃないと思うよ。大半はもうね、使い果たしたと思う。だってさ、ルーフトップ屋上の演奏シーンだけで、カメラ10台使ってんの。演奏してるシーン、ジョン、ポール、ジョージ、一人一人狙ったカメラとか、全体を狙ったカメラ。あと、向かいのビルからも狙ってるでしょ。あと、街の様子。下の方を通行人とか撮ってるカメラもあれば、隠しカメラが1台あったよね。で全部入れて10台。だから例えばゲットバック1曲撮るにも10台のカメラが同時に回ってるから、3分の曲でも30分、フィルム30分浪費しちゃうわけ。ね。じゃあ10曲で300分で。極端な話。で、そうやって考えていくと、フィルムがね、何十時間、50何時間あるっつっても、同時に同じ時間を複数のカメラで撮ってるから、要はそれをさ、編集してカットでほら、場面切り替えていくわけでしょ？ゲットバックも、ゲットバック、ゲットバック、もういろんなとっからゲットバックを撮ってるからさ、でもうそれ繋いでいくだけで大変な作業だし、カラーもね、調整したりしてるから、それですごい時間かかったと思うよ。だから最初は劇場用に2時間だか2、3時間で作るって言ってたのが、コロナで伸びて、俺たちがっかりしたけど、伸びたおかげで、収録時間も伸ばしたと。まただから、新たに編集し直して、カラー調整もして、そしたらまた伸びちゃった。伸びるごとに、監督さんは、いや、じゃあもっと伸ばしたい。で、結局劇場公開やめて、配信になったんで、配信だったらいくら長くたっていいじゃんということで、その長さになったと思うよね。だから結果的にはね、配信で俺は良かったと思うし、さらに何回でも何十回でも見れるからね。劇場だったらさ、ねえ、千何百円払って1回しか見れないんだからさ、990円で1ヶ月丸々見れるんだよ。ディズニーがどうも、ね、どうもなっていう人は、1ヶ月で解約すればいいんだ。他のいろんな映像も見れるしね、なかなか悪くないと思うよ。入ってもね。主なところはみんなもう映像化されたのかなと思う。もちろん全部見てみたいよね、俺なんかはね。見たいんだけど、ジョージがさ、飛び出していっちゃった後に、ジョンとポールが話し合うじゃない。あそこ隠しカメラ、隠しマイク撮ってたっていうのは、これがまたすごいね。やるなぁ。リンゼイ・ホックさん。ああいうの聞くとさ、ジョンもポールもね、結構真剣にメンバーのことも考えてるし、自分たちのことも考えてるし、ジョージが辞めるから、クラプトン入れようなんてジョンは冗談っぽく言ってたけども、あの話を聞いてる限りね、うん、やっぱりジョージを呼び戻すのにさ、ポールはポールでちょっとこういうところ気をつけた方がいいんじゃないかみたいな、言い方、ジョンしてたしね。本当にビートルズって全員がなんていうか同等の形で存在してたんだなと。さっきのリンゴがね、海外嫌だって言ってたのも尊重してたし、だから、規律正しく仲いい、ぶっ壊れたバンドっていうかさ、ぶっ飛んだバンドっていうかさ、ちょっとこういうバンドはやっぱり、なかなかいないんじゃないかな。で、屋上のシーンでね、ゲットバックやるシーンあるじゃん。これね、50年前のレッド・イット・ビーを見た時も思ったんだけど、ジョンは最初叩いてるよね。こう。普通はさ、ね、
最初叩いてるよね。これさ、ストロークでやるのと叩くのとでは音の出方が違うんだよね。ストロークだとどうしても音がばらける、極端な話細かく ばらけるけど、叩くと全部の弦が同時になるからニュアンスが変わってくんだよね。まあその辺を狙ってやったのかなと、この曲に関してはそういう弾き方、スタジオでもそうしてたし屋上でもこうやってたでしょ。だからジョンとしてはこの曲はもうこれでいくと決めてやってたんだ。そっから先はピックで弾いてたけどね。いや面白いなと思って、映像っていうのはやっぱすごいなと、分かりやすいよね。それでまあ警官が入ってきてさ、警官が電気切ったんじゃなくて丸エヴァンス、労働マネージャーのね、ローディーの彼がまずジョージのアンプを切って、ジョンのアンプも切ったよね。で出なくなっちゃった。でもジョージがなんかあーって言って、ジョージは自分で勝手にまた電気入れ直してさ、ジョンの方は丸が入れ直したのかな。でまた演奏が再開してみたいなさ。ジョージはもうねやる気十分だったよね。あの時結構笑いも出てたし、一旦辞めた男には見えなかったよ。本当に楽しそうにやってたもんね。だからビートルズのすごいところはさ、スタジオでね練習してるとこの音っていうのは結構ダラダラさ適当なことやってたし、途中で飽きて他の曲演奏し始めたりね、昔のロックンロールやりだしたりさ、ふざけた歌い方したり、ジョンもジョージもポールも時間が経つともうだれてきちゃうんだよね。まともな演奏はあんまりしてないもんね、スタジオでは。それがさ屋上に出た途端ね、まあ観客っていうかオーディエンスがいっぱいいるような雰囲気のところで演奏始まったらもうバッチリ決まったじゃん。要するに Please Please Me のあのアルバムの頃、あの頃と変わんないようなノリっていうかさ、音の雰囲気としてはさ、プレストン、ミリー・プレストンのね、これが入ってる違いはあるけど、本当にね、ピュアなロックサウンド。本当に決まってたよね。どの曲やっても決まってた。まあ、あんまり寒いんでさ、みんな手かじかんでたと思うし、ジョンはなんかの、ちょっとフレーズね、とちったりもしてたよ。でもその後持ち直して、ちゃんとやってるしね。ジョンは寒そうに、ふーとかこう、手を温めてたよね。ジョージ面白いね。自分で日記に辞めたとか辞めな、なんかそんなこと書いてたんだね。笑うよね。俺もあの頃日記を書き始めたのかな。本当にシンプルだけどね、よくできた曲だと思います。このジャイルズさん、一番新しいこれね、これジャイルズさんのこれね、これ俺なかなかいいなと思うんだけど、ここでさ一つさ、フィルスペクター版とね違う重要な場所が一個あるのよ。誰もこのこと言ってる人いないと思うんだけど、あのフィルスペクターの場合はさ、ゲットバックが始まる前にね、なんかチューニングをしてる音が入るわけよ。あの当時はさ、こんな音どっから持ってきたんだろうと思ったけど、屋上でチューニングしてるとこがあるんだけど、あの音なのね。でチューニングしてる音があって、それからゲットバックが始まるんだよ、あのフィル・スペクターのは。だけど俺69年の頃、70年か、発売になったのは70年だね、聞いてさすごい ここがね不自然で嫌だった。チューニングの音が終わってないのに演奏が始まるわけよ。ルンチャンルンチャン。始まってんのにチューニングの音がまだ、チューニングしてんのよ誰かが。ティーン、始まってるのによ。ありえないなと思ったっけ。4人で演奏してて、ジョンがこれ弾いてて、ジョンとジョージがもうギター弾いてるのにさ、なんでチューニングの音がまだあんの。これ明らかに後でテープ編集して、チューニングの音だけゲットバックの頭にくっつけて、それも貼り付けたんじゃなくて、チューニングの音が被ってるわけ、オーバーラップしてるわけ。演奏してんのにまだチューニングの音が 1,2 回聞こえるっていうのはさ、変じゃん。俺ずっと気に入んなかったんだこれ、本当に。で今度ジャイルズのを聞いたら、
ちゃんと、ジャイルズも、もう俺のことよく分かってんだよ、あの人はね、なんて。あのね、チューニングの音がちゃんとそこでピタッと止まるわけ。チューニングしてるんだけど、演奏が始まったら、チューニングの音はもう、まあ、してないと思うよ。よく聞いてみてもらえば分かるけど。あの、70年度版のフィル・スペクターの CD、レコードでもいい、持ってる人、ジャイルズのこの新しいのを聴ける環境にある人、聞いてもらえば分かるけど、曲の始まるちょっと5秒ぐらい前から聞くと、チューニングしてます。ティーン、ティーンって。で、そのチューニングが終わったら、曲が始まるのがジャイルズさんで、新しいやつね。曲が始まってるのに、いつまでもチューニングの音が聞こえてるのがフィル・スペクター。いつまでもつっても、ほんの 1,2 秒だけどね。俺にしてはすごい不自然で嫌だった。作為的なものを感じちゃったわけよ。だけど、ジャイルズさんは、フィル・スペクターのあの、プロデュースした形を基本的に踏襲してるから、なんていうの、曲順だとか、タイム感覚とかっていうのは多分、フィル・スペクターのものと同じように編集したと思うんだよね。ただ、ここの不自然なところだけは、カットしてくれたのよ。素晴らしいよ、ジャイルズちゃん。いい子いい子してる。本当にね、分かってるよ、あの人は。分かってるっていうか、うん、しっかり、ちゃんとでき、よくできましたって、もう、花丸つけてあげます。ということでね、もうこの話しだしたらまたキリがない。まあそういうことで、ゲットバックの話は一応ここで終わりにしておきます。どうもどうも。ありがとうございました。Don't dig no Pakistanis taking all the people's jobs. Oh, get back!